い、ということでございまして、ここからは放送後期でございます。たった今ラジオ版の収録が終わったところでございますが、引き続きゲストシンガールのカタカナ3文字かよこちゃんにも残っていただいてまーす。ロックロック、びっくりした。俺ももう起きてるかっつって中指立ててんのかと思ってびっくりした。危ない危ない、気をつけようって言ってたのに、ね、言ってたばっか。改めてありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。楽しかったね。あのね、あの本当にあのーまあ本編でもちょっと言いましたけど、会うのね、言っても4回目5回目とかじゃないですか。そうなんですよね。だから毎回絶対じいじ言ってるんですよ。まあ、東京来たらね、ありがたい話ですよ、うん、でもほら言ってもがっつり、まあ最初の時ね、はい、ファミレスでトークしましたけどもね、そんなにいろいろそこまでじゃあ過去の話喋ったかったら喋ってないわけじゃないですか。そうですね。だから今日ね、正直、うん、どん楽しみは楽しみだったんだけど、うん、そのハマり具合がどうかいなとちょっとドキドキもあったんですよ。そうだったんや。私すごい喋りすぎたやばいから気つけようと思って、結構7割ぐらいで喋ります。そうなんだ。でもあれで7割やばいですよ普段。いやでもハマったなと思って。あ、楽しかった。全然喋れるわと思っていや思ったよ。 ありがとうございます。いや本当に本編でも言ったけど、はい、あちょっともうなんかしたろかって思ったね。パパに、パパ金のないパパに。いやいや金のないパパって一番意味ないやつどの部分でパパなんやろ。頑張れっていうだけ。見送りとか。送り迎え。送り迎え得意。送り迎え得意。ね、雨でびしょびしょだったら千円札握らしてくれる。そのぐらいやね。2000円ぐらいかな。しょっぽいパパだな。パパじゃないな、それ。素敵ですよ。あんだけ聞いてくれましたからね。本当にね。もう初めて会って、はい、どこの馬の骨かわからない私を。あのご飯を食べさせてくれ。いやそれはね、馬の骨かはどうかは分かって、なんて表現してか分かんないですけど、カタカナ3文字かよこは全然知ってましたよ、はい、やっぱり普通に。あ、そうか、うん、よかった。それはやっぱりこうほらお客さんからの情報しかり、ライブハウスの仲間のとかね、アーティストのからの情報しかり、やっぱそれは来ますよ。ほうほう。あの何ですか、ヘルツのライン超えてきますよ。ああヘルツのラインね。名古屋ちょっと前後らへんの分かんないですけど、うん、ライン超えて届きますよ実際ね。カタカナ3文字かよこっちゅうのがおるぜっていうのは、はいはい、そうそうそう。で、そうでもだからそれもあったのかも、その、はいはい、そのいいアーティストがおるぜハードルがある、多分あったのかもしれない、もしかしたら。そうですね。しかも東京慣れしてなくて、うんうんうん、初めて、本当に初めて来た時なんですよ。え、そうなの。だって私ツアーしだしたの去年の9月。え、そうなの。はい。なんで俺東京には何回も来てての流れで、でもジージー初めてだったんじゃなくて、東京自体も東京2回目とかですよ。あ、そうなんだ。あの前のアルバムの時に単発で1回バンドで、うん、あの高田馬場のフェーズ、はい、に出たぐらい。あら、びっくり。なんで2009年とか以来だったので、もうちょっと意外の塊ですね。意外の塊だね。意外に、意外つけたら見える。意外かよこ。意外たいな。名字めっちゃダサいやつ。意外みたいな。意外かよこ。いや、意外すぎるわ。マジか。慣れてなくて、ツアーも。わかんない。ちょっともう言ってよ、優しくするのに。だから、こう、子羊みたいな状態で、東京来て、一発目のライブのツアーで、あんまライブ良くなかったよね今日。いやだってそれさ、俺超ひどいじゃん。いや子羊をさ、雨の中体部長部長で、私ちょっとあの、はい、その時ダイエットしてたから、てっぺさんがステーキ食べてんのを、はい、あのフルーツジュース飲みながら見てる。それはなんか感じ悪いよ。それはもう私が、まあ自分でね、まあ、仕方がない、節制してたっていうんですね。その時にここのライブハウスとか攻めといた方がいいよとか、このシーンがすごいいいよとかいろいろ教えてくれて、で最後の最後にめっちゃきついこと言った後に、このタクシー乗り、こっちからだと渋谷近いからっつって2000円パって握らせてくれて、かそらかっこええがな。なんでブーンよ。なんで持てないんですか僕。いやブーン、みんなにしてるからです、それ。ああそうね、そう絞ったらいいんですって。なんで私ステップさんの恋愛話聞いてんねんこれ言うて。絞れまへんだってまだあれだよ、鉄板シンガール1年やってますけど、まだ2週目行ってないんですよ、はい、だってアーティストがまだ被ってないんですよ。すごい。全然、まあ言っても50何回ですから。あ、じゃあ57人分の1選ぶのきつい、ね、だってだこれのまだ相当おりますよ携帯の女性アーティストのフォルダっちゅなんだ、その、はい、カテゴリー分けでこの500件ぐらい入ってましたからね。あ、まあその歌ってる人ばっかりじゃないと思いますけど、400、500入ってました。すっごい。
そうやっぱすげえなと思って。でもこんだけね、はい、まあ、私とかまあ別にして、はあ、こうピチピチ若く魅力的で、本当にです、歌も歌えて可愛くて、てっぺんさんとか言われたらどうすんの。だからそれどうしてんの。頑張ってますよ、我慢を。我慢このあれね、この下り、この下りはあんまりこういうところでは喋ってないですよ。でも、でもだからもうそこはもう抑えます。グッとこらえます。グッとこらえます。そう、お客さんでもしかしたらこう心配してる人もいるかもしれんけど、ほんまにてっぺいさんって絶対女性シンガーとか送りおかみならへんし、その話有名なんですよ。いや有名って。マジで。いや、そう、いや、でもこれ、みんなのパパ、これはね、そういう、でもね、本当にだから、うん、多分あれなんですよ、多分本当に好きだからなんですよ。あ、もうこれは恥ずかしいですけど、うわ、わかる、だからすごい、本当に好きだから多分それが、いいよ、いい、やめよ、この話気持ち悪い。いやいやいや、好きじゃないとこの職業できないですよ。いやいや、そうですけど、このだってブッキングいつもいいもん。そりゃいいよ、うん、しかもあの、いい、私もね、一応ブッカーみたいなことしてるわけじゃないですか。ああ、あの、とあるライブハウスで、はい、イベントをこう手伝って埋めてほしいとかもよく言われるんですよ、うん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 、で、あの、もう、あの、手術前に喉もわかんようになってライブハウス相談行った時、大丈夫、就職先山ほどあるからブッキングできるとね、ブッキングあるから。それはあるんだよね。しかもそう、なんかこうアーティスト目線でアドバイスをするってなって、なんか駆け込み寺みたいに今なってしまってて、それも割と悩みなんですけど、女性シンガーの相談される前に、うう、私もいっぱい誰かに相談したいよ。だから俺はじゃあ駆け込み寺の駆け込み寺になる。そうそう、だからその奥に、そう、大阪支部やるからね、あって、で、駆け込み寺の奥にもう一軒俺が離れ作ったから、すげえ、のもうほんま駆け込みたい、稲葉の物置みたいなの置いとくから、そこにおいで、100人乗っても大丈夫なんです。そうそう、500人入っても大丈夫、鉄平物置作っとくから頼みます、それ本当に。でも、いや、それは同じよ、かやこさん、俺も、うん、やっぱあるね、そんな話ありますよ、鉄平さんね、相談乗ってくださいとかあるじゃないですか、うん、もう泣きながらね、恋愛の話とかも振られるでしょ、恋愛の、まあありますけど、音楽的な話もやっぱありますよ、泣きながら電話来てね、私も歌う意味が分かりませんとかよく言う、言うよ、私も言うよ、あるじゃないですか、あるある、25、6の時に一回通るあれ、うん、だ、そしたらもうどうしたつって、聞きに行くよつって話聞いて、まあでもあれって、まあ、まあ聞くだけでいい、まあ言うわ、まあ、何か欲しいっていうよりはその話を聞いてほしいみたいなことですから、聞いて頑張れよっつってっていう、まあそれポンポンつって、で、金渡す金渡すけどやめましょう、そんな金ないです言ってもそんな金、貧乏芸人ですから言ってもね、そうなんだ。あ、じゃあ佳代子さんも大変なんですね、そういう意味ではね。けどね、やっぱりね、うん、私もすごい悩んだので、はい、22歳、はい、3歳ぐらいの時、はい、歌う意味っていうか、まず人前になんで立つことを選んだんやろっていうとこがすごい大きくて、その時に抱えてた悩みって今見たらこう、うん、ふんぐらいの感じなんですよ鼻毛抜く感じね、今、いや、もう鼻からふんっと抜けましたけど、けどその、その程度ね、その鼻毛がめっちゃその時は重いんですよその時はね、その鼻毛が、その鼻毛一本のせいでもう全てがもう、そう、針みたいな鼻毛、針みたいな鼻毛、何の話してんの。わかります、さ、気持ちは伝わりました。それをなんとかしてあげたいってすごい思う。若い子にね、分かる。え、佳代子さん O 型？ A 型です。あ、 A 型なんだ。そうなんです。人よりすっごいいっぱい泣くし、傷つきやすいし、ね、ダメなとこが多かったから、そうね、だからあれ、だ、結局、まあ、今のところですけど、まあ、僕の予想ね、僕も佳代子ちゃん も、はい、もう死んだ時に偉大さが分かるパターンじゃないですか。あ、ピカソパターン。いやいや、ゴッホパターンです。あ、ゴッホパターン。どっちや、どっちや、その、いや、どっちでもいいですけど、何これ、違う違う違う、その何、絵画パターン。お亡くなりになった時に、その、まあ俺はもう前から言ってますけど、もう自分の追悼イベントやりたくてしょうがないんですけど、はい、要はブッキングだけ決めといて、もう追悼イベントみたいな豪華ないっぱいやってるじゃないですか。いやいやいや、でもほら、やっぱ安倍真央とか美和にも来てほしいじゃん。あ、例えばね、そういうこと。あ、でまず見ないで、ツイートイベント武道館でやるの。だから死んだら来てくれる可能性ある。あ、なるほど。まあ、死んだんだから行ってやろうかぐらいな、わかんないですけど。めっちゃポジティブなんかネガティブなんか全然わかん。死ぬのが楽しみでしょうがない時もたまに。でも死んだら見れないってやつ。いやいや、それはほらこの辺からその上の方からちょっと浮遊しながら見れるっていう信じてるから、それは、ね。玉ねぎの上からね。そうそうそう。見れたらいいですけどね。武道館ちょっとハードル高いな。まあでもそこが呼べるならありえるか。うん、いや、まあそんな話だからほら。ね、かよちゃんも、うん、まあ、別に死んだらってこともないんだけどいなくなって初めて、あ、あの子いた、やっぱあの子やばかった、まあ、今回の歌でも、今回の歌玉なんか相当やばかったよね、やっぱり見てこっち関東から見ててもそのやばい感じ伝わってくるもん、やっぱ、うん、私の精神状態がまず一番やばかった。俺をようやったよね。でも本当にすごいわいや、なんかね、私あのおごりだけど音楽に恩返しずっとしたかったんですよ、うん、かっこいい。いや、マジでこれあのちょっと聞きました、かっこいい風です。音楽に恩返し
これは映したらすごい信憑性ズーム薄れるけど音楽に恩返し、これはねちょっと今日一どころか今年一かもしれない。マジで、はい、いやすごい、私その友達にすごい裏切られたりとか、はい、あの恋でも裏切られたり、はい、あのね、お金のこととかも裏切られたこともあるし、あのね、かいこさんね、うん、あのトータルしてね、ヘビだな、うん、お前ヘビだな、ヘビだぜ、俺ヘビ。ちょっとあの上がりました、あのちょっと収まりきらないんで別件設けましょうこのヘビーなくだりは。まああのそう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 、あの音に、違う音楽に恩返しで終わりにしておきます。そう助けてくれた、そうそう、音楽が自分を救ってくれたと、こう救ってくれた音楽にですよ。なるほどね、で今ねダウンロードばっかり喋ってて大丈夫ですか、時間的に、はい、大丈夫ですか、長なりますけどこれ、はい、ちょっとこれ見てる人は相当音楽好きやからちょっと言いたいんですけど、まあそうでしょうね、はい、みんな CD を買ってほしい。なるほど、あのこう血と肉をこう削いで、うん、あの女性シンガーとか特に、うん、結婚もせずにねみんな必死で自分のこと書いてるわけよそうですよね、で幸せをこう蹴飛ばしながら生きてるの大概、はい、知ってます。幸せを手に入れたシンガーソングライターって、はい、大概別にどこかこうなんていうか見えるんですよ、その現役じゃないところって。いやあのそういう人が歌える音楽もあるんですよ。そうそうそう、もちろんだからあなたのやってる歌は幸せじゃ歌えない部分はあると思う。そう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 、はい、そういうあの幸せを歌ってるシンガーは幸せを分け与えられるし、うん、もちろんで幸せを欲してる私みたいなタイプは幸せを手に入れた瞬間に自分の歌が歌えなくなるんですよ。これね本当なのよ。ごめん、そう、俺話長くなっちゃうと思って切ろうと思ったんだけど、いやしよう、これいい、これだけ言っていい、うん、あの僕いっぱいアーティスト見てますけど、うん、あの女性特に、ね、女性に関して言うと、うん、例えば彼氏ができましたと、うん、まあ、彼氏もアーティストですと、うん、でアーティストの方 その彼氏も才能豊かですと、うん、で女子としてどっかで、うん、この人支えたいとか、うん、あこの人本当に素敵だわって自分の彼氏のことを思うとするじゃないですか、うん、途端に音楽がダメになる。いやクソなりますよね、これクソって本当わかんの、ね、これあるんですよ、もう色ボケ、うん、振られたらいい歌歌うんだまたでね、もうこれはちょっと若い子に聞かした方がいいのか聞かせたことない方がいいのか、別で番組設けたいマジであのでもねこれあるんだよ本当に、わかるでしょ見ててライブ、あのね本当にライブがよくなくなるの、うん、そうそう、びっくりするんだけど、私去年の9月幸せだったからライブ良くなかったんだ、それやな、そう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 、あるよ俺だから本当に言う、あのたまにあのもっと痛い恋愛しなさいってやっぱ、ね、痛い目見ろですよ、それはそうなんですよ、まあ、特に女子特有ではあるかもしれないですけど、そうそう、私あのとある、うん、あの結構大手で仕事してるエンジニアさんと喋ったんじゃん、で最近こういうことがあって、はい、でこうだったんですよみたいな、まあ割と普通にその当時付き合った彼氏との話とかもしたんです、なら知ってるかって、うん、あの某アーティスト、もう名前出たらもう全部ミリオンなんですけど、はい、某、ね、某何々、ね、はい、某何々も、はい、彼氏に振られて渡米して曲書いとんねんと言われて、はいはいはい、で何が原動力か分かるって、片思いやぞとはって言われて、そのプロデューサーさんもすっごい人やから、なるほど、ね、もうズーンってなったわけですよ、はいはいはい、響いたと、響いたというかもう、うん、私こんな あかん、この人守ろうなんて思ってたあかんみたいなめっちゃこれやばない、今日の放送、これどうなんでしょう、大丈夫、まあ、いやありがたいお話ではあると思います、若い子からしたらマジで、まあでもだからここまでぶっちゃけて言うんであんまないですよ、僕個人的に言ったことありますけどね、あの僕はいつも言うのは、うん、もう30までは幸せな恋愛いらんって言ってます、いやそう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 、うん、マジで本気で売れたいんなら、うん、そんな恋愛しなくていいとは言ってますけどこれね、あの俺たち何を偉そうにっていうとこですよ、いやけどやっぱ本数見てるんですよまあまあ私のてっぺさんもそれはあるね、絶対そうなんですよね、そうね、いやあの売れとらんけどもね、そう、うん、男の人がね、なんでか知らんけどね、こう女の子にちょいちょいいっぱいこう手を出したりしてるアーティストって色気あったりするんですよああ男で言えば遊んでる男ね、そう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 、でまたそういうのにを引っかかる女もバカなんですけど、まあそうですけどね、たまに引っかかったりするわけですよ、そうですよね、わかりますよ、そういう曲を今日は最後にご用意しておりますうまい、よかった、まとまった、もうこのままもうな朝を迎えるかともうディレクターさんも外出そうなって次のほら収録ある、ね、あそうですね、すいません、わかりました、じゃあもうねこれちょっとまた別で設けましょう、なんか、ね、お願いします、もういつでも来ますね、あのポッドキャストだけのために東京来ますね、そうね、はい、それでもいいからね、はい、もうなんかやったりましょうよ、3時間ぐらい喋りましょう、あの俺ちょっとおもろいわと思ったやっぱっ、ね、これはいいわと思いました、ちょっとなんか考えましょう、お願いしますということで
駆け込み寺やな。やばいっすね。はい、わかりました。じゃあ、かやちゃん最後。あ、はい、あ、一応ごめんなさい。お聞きの番組は、一応台本を、すいません。AM1422 ラジオ日本の方で、毎週日曜午前3時、つまり土曜の深夜3時放送しておりますので、ぜひそちらも聴いていただきたいと思います。それでは最後にかやこちゃんの曲を聴いてお別れしたいと思います。かやこちゃん曲振りよろしくお願いします。はい、悪い男に捕まっちゃった時の曲です。聴いてください。かやこで、ハニー。ありがとうございました。今日は、ハニー。皆さん駆け込み寺にぜひ一度駆け込み寺を助けてください駆け込み寺を助けて大丈夫ですか。ありがとうございます。これ盛り上がるわな、この話題。てっぺいさんもマジで喋りたい。これ松尾してるなんてどれだけ厚かましい話。美味しいとこだけ食べ寄ってこんだん、うんうん、君だなきゃなんて今さら三個さえ話。信憑性は皆無、愛しいあの子に帰ればどう。本当はどうしたって欲しくて仕方ない。相当アホらしくなっても結局女は空っぽの朝を一人迎えても。 Can't get you my head 手のひらの上で踊り続けるの。その前に Get up, you get up, you know Get up, you get up, you honey Oh, 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 yeah. 向かいだけのキスに溺れてしまいそうな夜は本物の君で飛んできてよ baby、oh, oh, oh, oh. 結局ずるいのはどっちかキリがない。論争は早々に終わらせ。 Take me on the road 空っぽの心枯れてしまう前に愛し愛も手のひら返して回されても。 I will die for you 嘘つきな瞳見つめて溶かされ愛しくて。さあ早く Break it up, break it up yo Break it up, break it up Honey Honey No!